ミケル・ブリッジスエグいってね、やりたかったんだけど、試合見れなかったんですよね。ちょっと時間がなくて。そして、渡邊雄太、ついに出場時間が0分になってしまいました。ついに出れなくなった説。これは渡邊雄太、飼い殺しかもしれませんね。ハイライトでいいから見てあげてほしい。ミカル・ブリッジスね。ケビン・デュラントを放出して、ケビン・デュラントを獲得した説ある？だとしたら、ネッツ優勝なんだけど、大丈夫？一巡目5枚もらいつつ優勝できるんだけど、そういう認識でお間違いないでしょうか。いや、ちょっと救えなさそうやな。いや、だし、やっぱフィニッシュも、フィニーもマジで空気なんよな。マジいらんと思う。渡辺だからとかじゃなくて、やっぱ、オフェンスあんまり引き出しない系 3&D、ほんと今、ネッツにいらんと思うわ。3&D はいて損ないっていうじゃん。どのチームも欲しいっていうじゃん。ネッツに関しては、そこに捌けるパサーがいないから、マジでいらないと思うわ。ほんとフィニーを控えに回すぐらいやらんと。なんかフロントは1巡目2枚のオファー来て断ったって言うけど、いや、こんな使い方してるんだったら全然それで出すべきだったと思うけどね。まあもしかしたらダンロビとかベルターンズとかさ、ああいう系の重たい契約も込みで1巡目2枚でどうですかみたいなオファーだったのかもしれんけど、それだったらちょっと不良債権になるからやめときますみたいなね、感じだったのかもしれんけど、ちょ、よくわかんないですね。リアルにネッツはマジでガードを獲得すると思う。マジでガード獲得しに行くと思う。てか、そうしないとちょっと意味わからん。何がしたいのかマジでよくわからん。ロイススタートでいいと思うけどね。ベンシモだと、まあ、ちょっとクラクストンと被るっていうところをジャック・ボーンは気にしてるのかもしれないけど。でも、ネッツも結構ノンシューターの活かし方は、すげえ、ちゃんとよく考えてるなっていう印象はあるから。まあ、そういうことベンシモスタメンに戻すか、ロイス・オニールスタメンにするか、どっちかはやってもいいんじゃないかなと思うけど。まあせっかくカイリーとのトレードで来た選手だからまあスタメンで使ってみるかっていう感じなんですかね。まだ補強チャンスってあるんですか？ 3 月1日までバイアウトの補強が可能なので。まあ普通再建チームはバイアウトで選手獲得したりはしないので、優勝チームがバイアウトで獲得して、再建チームはまあ空いたロスタースポットを若手、2way 契約の選手をこの間ちょっとハイスミスを 2way から本契約ってちょっと誤情報を流してしまったんだけど、オーランド・ロビンソンですね。で、オーロビをヒートは 2way から本契約にするとか、まあ、そういう動きをね、再建チームもやるかもしれんし、ただネッツのね、ミカル・ブリッジスがあんだけ 3&D で45点取るなんて、ちょっとやばい。普通に 3&D っていう枠で、とどめておいていい話じゃなくなるから。ってなると、まあ、KD とまではいかないとしても、KD っぽい選手を獲得できちゃったっていう風にも捉えることできるしね。